M3 チャンネルの SD ガンダム BB 戦士リペイント動画シリーズ、今回はナンバー95 SD ガンダム外伝のキングガンダム2世のキットです。以前に制作したキットをシールで色分け対応をしていたところを含め再塗装をしました。4つのパートに分けて動画にしています。その2の今回はクラウンナイトガンダムの形態を作りました。早速塗装の様子を見ていきます。下地は下デルカラーのコントラスト、赤の下地ブラッドエンジェルレッドです。コントラストは本来は染め塗り塗料、白やライトグレーの上から塗ることで模型のディティールに沿って染まっていきます。希釈なしで塗れる利便性の良さも特徴で、顔料を含み下地になるので、こうして上塗りの目安をつける色分けを一旦するのにとても重宝しています。このあたりは水で溶いて薄めた状態で色をつけました。塗ったというよりも仕上げ塗装のための下処理をした感じです。仕上げをシルバーにする箇所にはアポシカリーホワイトという塗料を使いました。緑の下地ワープライトニング、黒の下地色としてバシリカヌムグレイです。ゴールドで仕上げる箇所の下地にはイアンデンイエローを使いました。面積の比較的広い青ブルーの下地に使ったのはグリフチャージャーグレイです。オール筆塗りで色付けしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。これより上塗り、ファレホのゲームカラーシルバーを使いました。このカラーは使いやすい、さすがは銀色でかなり優秀な隠蔽力を誇ります。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに楽しめ、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。下地はアポシカリーホワイトの箇所、兜、鎧、肩アーマー、腕の鎧、バトラスの剣等に塗りました。 BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを 2,3 等身で表現ディフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ、1987年の発売開始。 BB 戦士の名前は BB 弾の発射ギミックに由来。赤シタデルカラーのレイヤーイービルサンズスカーレットを使用、腕の鎧兜に主に塗装箇所がありました。上塗りで使用した塗料がこちら。このパートで塗装に要した時間は約50分でした。緑、ファレホのモデルカラーミディアムオリーブです。金色はシタデルカラーのベースメタリックのレトリビューターアーマーを使用。この塗料も粘性と優秀な隠蔽力を誇ります。アーマーやバトラスの剣などに塗っています。グリフチャージャーグレイを塗っておいた箇所、青はシタデルカラーのマクラーグブルーで表現しました。一般的な青カラー、隠蔽力は強い優秀なカラーです。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料、塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので下地の色を気にせずに塗ることができます。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き付け乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げます。前回作ったライトタイプに武装する形でこのパートではクラウンナイトガンダムを組み上げました。このキングガンダム2世のキットは
1991年12月に発売されました。プリティス城を奪還したクラウンナイトガンダムが父キング1世から王位を継承してキングガンダム2世になります。このキットではライトタイプからアイテム装着、クラウンナイトガンダム、フルアーマー装着タイプ、キングガンダム2世と5形態、4つの鎧を選んで装着できる仕様になっていました。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー95 SD ガンダム外伝のキットキングガンダム2世の2ペイントでその2クラウンナイトガンダム、次回の動画ではフルアーマー装着タイプを作ります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。